今日も頑張らなきゃね。あれ？もしかして沢村さん？あかりだよ。夏川あかり。高校で隣のクラスの。もしかして忘れちゃった？あ、家庭科の授業で一緒の。ごめん、私まだ高校であまり知り合いいなくて、同じクラスの人たちを覚えるので精一杯で。まあ中高一貫の私学に高校から入った途中組だからね、私たち。しかも関西出身じゃないからノリに馴染むのも大変だよね。え、松川さんも関西出身じゃないの？うん、東京出身。お父さんの仕事の都合で今年から大阪に引っ越してきたの。そうだったんだ。前から沢村さんのことを気になっててさ、ほら、うまく学校に溶け込めてないっていうか、一人の時が多いからさ。うん、でも私が悪いの。クラスの人たちに積極的に話しかけたりできないから。仕方ないよ。関西の子たちの会話早いじゃん。タイミング失うと話に入れないんだよね。でもきっとクラスのみんなも沢村さんにいろいろ遠慮してるんだと思うよ。遠慮？だって沢村さん芸能人じゃない？特別なオーラがあるから近寄りがたいっていうか、きっとみんな話しかけづらいんだよ。そんなことないのに。私は東京出身だから沢村さんのペースにも慣れてるし話しやすいんだけどね。夏川さん。あかりって呼んで。そうだ、私も沢村さんのことはるかって呼んでいい？もちろん。それじゃあ途中組同士仲良くしよう。はるかも学校と仕事の連続だと疲れちゃうだろうし、私が話し相手になるからさ。うん、ありがとう。あ、やばいやばい、そういえば今からダンスのレッスンがあるんだった。ダンスって、あかりちゃん踊り習ってるの？いや、そんなに本格的なもんじゃなくてさ、どっちかっていうと私のはストリート系っていうかさ、街で踊ってる人見つけて一緒に練習してるって感じ。すごい積極的なんだね、あかりちゃん。だってはるかみたいなレッスンは受けられないしさ、自分で頑張ってやるしかないじゃない。踊るの好きなんだ。うん、将来振付師になりたいんだよね。はるかみたいなアイドルたちに一流の振付をして一緒に踊るの素敵じゃない？うん。そのために今は自分が誰よりもうまく踊れるよう練習してるんだ。それに蒼天堀はダンサーの集まる街としても有名だしね。え、そうだったの？うん、ブレイクダンスとかも大阪が日本の発祥とか言われてるし、ダンサー目指してこの街に来る人もいるくらいなんだからさ。知らなかったの？うん、確かに踊っている人たちが多いなとは思っていたけど。みんな街に集まってね、ダンスバトルをして競い合ってお互いの技術を磨き合ってるんだよ。ダンスバトル？そう、同じ曲でお互い踊ってパフォーマンスを競うの。正直レッスンスタジオなんかに通うより全然刺激的で面白いよ。そうなんだ。そうだ、はるかも試しにダンスバトルしてみようよ。私が相手になるからさ。え、あ、私が？うん、はるかにもストリートダンスのことをもっと知ってもらいたいし、ダンスの練習にもなるからさ。でもいいじゃん、やってみようよ。たまには友達に付き合ってみるのも悪くないよ。うん、わかった。初めてだからいろいろ失敗するかもしれないけど、よろしくね。もちろん、サポートするから大丈夫だよ。じゃあ始めるよ。はあ、負けた。はるかすごいね。やっぱりプロは違うわ。はあ、そんなことないよ。あかりちゃんも私が知らないステップとかいろいろ知ってて驚いちゃった。
それがダンスバトルのいいところなんだ。勝っても負けても自分の知らない新しい振りを一番近くで見られるしね。いい汗かいたね。どうだったダンスバトル。疲れたけど楽しかった。よかった。あかりちゃんと踊ってみてわかった。最近レッスンばっかりでダンスをお仕事としてしか見てなかったかもしれないなって。でもダンスってもっと楽しいものだもんね。そうだよ。友達と踊るダンスはなおさらね。うん、この辺りにはたくさんダンサーがいるからさ、もしダンスバトルしたくなったら声かけてみるといいよ。見た目怖くてもみんな悪い人じゃないから、きっと喜んで相手してくれるはずだよ。わかった。ダンスってのはストリートで踊ることでしか鍛えられない能力もあるからね。きっとアイドルの仕事でも役立つと思うよ。うん、いろいろ教えてくれてありがとう、あかりちゃん。そのちゃんってのいらない、あかりでいいよ。うん。これからもよろしくね、はるか。じゃあそろそろ行くね。お仕事頑張って。おはようございます。おはよう、はるかちゃん。もしかしてなんかええことあった？はい、ちょっと。そうか、よし、今日も一日頑張ろう。じゃあ早速やけど、まずは今日の予定を確認しようか。はるかちゃん、あそこにあるスケジュール表を見てもらえるかな。今日の予定は2つ。まずは何といっても午後から蒼天テレビでプリンセスリーグ決勝に出場や。あとは午前中に蒼天堀で講演会主催の握手会やな。レッスンも大事やけど、こういう活動も大事やからな。地道に行こう。じゃあまずは握手会に出発しようか。
お疲れ様。こんな感じでこれからも仕事をしていくで。さてと、午後からはいよいよプリンセスリーグの決勝戦やね。ここで優勝したら一流のレコード会社からのメジャーデビューが約束されてる。そうなったらうちの事務所もいよいよ東京進出って感じやね。はい。決勝戦は対戦相手と同時対決をするんやって。同時対決ですか？そう、はるかちゃんと対戦相手が同時にステージに上がって同じ曲でパフォーマンスするんや。それで曲が終わった時にファンを多く獲得してる方が勝ちってわけや。変わった形式ですよね。うん、この形式で3回対決してその総合成績で優勝を決めるんやって。緊張するな。堀江さんが緊張してどうするんですか？何言うてんの、緊張するに決まってるやん。ここで勝つか負けるかは大違いやで。うちの事務所が名前売る大チャンスなんやからね。そうですね、頑張らないと。ああごめん、変に気負わせてもうたな。はるかちゃんは練習の成果を発揮してくれれば大丈夫や。それにほら、変な言い方になるけど3回の総合成績で競うから負けても後で取り返せばええんや。そっか。そう考えればちょっと気持ちが楽になりますね。そうそう、リラックスリラックス。ベストを尽くすには硬くなりすぎてもあかんからね。さて、あまり時間ないけど準備があったら今のうちにしとくとええで。荻田さんは4階のレッスンスタジオにおるから言うたらレッスンもしてもらえるはずや。準備ができたらさっきみたいにスケジュール表を確認してな。はい、わかりました。